皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もニアレプリカント遊んでいきましょう。さあ前回について5年後の石の神殿を攻略中です。でポポルさん曰くこの先にですね魔王の城がありますと。ただ多分そんなわけないと思うんだよね。行ってみようか。こいつらにまたいるの？5年前と全く一緒だわ。あ、そっか、光か。焼いていこう。あ、すごい燃えてるわ。あの石像がボスだ。皆を操ってるぞ。今のなんだろう、火器になった。この城の人と知って歯向かうか。ただ白ちゃんここにいたんだよ最初ね。奴らは日光に弱い。光の元へ誘い込むのだ。これもなんか意味があるのかな。日光に弱い。よし。で、好きなバキっていく。あの、そう、パキになったな。あれが割れないんか。となると何、裏側ってこと？裏からこう切る。何かのタイミングでこれパリになるんだな。今のはジャンプね。で、これが割れたら、溶けたら切っていく。で、それまでは、ザコで聞こえたのをしっかり、駆除って、どうかな。いやー、まだ湧いてきたな。まず、雑魚敵を狩るゲームか。最初は。いや、これ、この先に魔王城あんのかな、本当に。で、前回も言ったけど、どこ情報なんていうの、それ。あ、待って、そっち行っちゃうの。これ、しっかり、そうそう、パリなり、ガオムなりにして。よし。さあ大ダメージ、いいよ。これはもう完全に見切ったね。よし、さあ半分。何これか。よし、さあゲージを削り切る。やったか。タフいね。これガードできないのかな。今いや待って、ガードできるんだけど吹っ飛ばされるぞ。ちょっとこれめちゃくちゃすぎない？よし、へばってる。今なんだろう。待って、これまで、これマジでやばい。ぐるぐるではめるのやめて。せめて1回にしてそれ。判定は。これ強えな、これ。見切るも減ったくでもないわよ。はい。
でも何またぐるぐるくんの。よし、さあもうちょい、よし、いった。今のは何、誰のせいなの。死んだとか書いない。早くとどめよ。大丈夫か、カイネ。今傷の手当てを。この傷はもはや。ダメです、カイネさん。なんだこれは。これは何、魔物になってるってこと。カイネさんの魔物が叩き落とすしかないようだな。カイネさん、正気に戻ってください。これつまり何だろう、国門病を患って死ぬと魔物になるってこと。それが魔物好きだったから、彼女は叩き落とす。ちょっと待ってね、弾、そうそう、弾撃ってこないところでまず困るんだね。よし、今だ、抑え込め。カイネさん、お願い、戻ってきてください。これはね、ちょっとしんどいな。少し遠距離で、よし、回避しながら向かっていけるか。これあーまずい、待って、これ大量に被弾した。今のこれはそうだね、ちょっと避けながら弾打つか。本作ね、そう、国門病っていう病気の描写がね、ちょっと薄いかな。今んとこその国門病かで死んだの多分ヨナだけだもんね、ゲーム中では。もっと大規模な病院みたいなのもあっていいと思う。こんだけやばい病気でこんだけ人が死んでますっていう。で多分また弾かな、そう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 、弾がちょっとしんどいね。ここはもう回避かな。ここに専念するしかないと思う。で、これ、切って壊さないタイプの
いくらだし。よし。で、収まったら、切っていく。いって。いけるか。カイネの動きを抑え込むのだ。ゲージちょっと半分ぐらいかな。もうワンセットいれば。プラスもしっかり薬草を使って。まずい。よし。やれやれ。私は力を抑えることができなかった。もうお前たちとずっと一緒にいますよ。僕はまた魔物化したら今みたいに止めます。何度だって何度だって止めます。何度だってカイネさんに戻ってきてもらいます。僕カイネさんがいるから野宿も本当に楽しかったんです。カイネさんが褒めてくれるからこんな姿でも生きていられるんです。僕本当はとても弱いけどカイネさんといれば強くなれるんです。頼ってばかりの僕だけどカイネさんの仲間なんです。勝手に去らないでください。泣くなエミール。ありがとう。もう大丈夫だ。そこは傷塞がったのか、魔物化したことで治ったのかな。ただ人間のままだったら致命傷だった。でこれは これがアイテム、謎の石片。この形からするとなんだろう、六角形とか五角形。これはなんだ。さあ読めないな。使えぬやつだ。ポプルにでも聞いてみろ。これは暗号。なんとかなりそうか。これは魔王の城への封印を解く鍵みたい。ちょっとこれを見てもらえる？わかる範囲の言葉を書いてみたの。手に入ったのは石の守護神という部分の石片。石の神殿にあったことを考えるとここの石片の言葉に何か意味があると思う。あと4つの石片がはまりそうな場所があるんだけれど、煮え、機械の断り、記憶する木、忠誠のケルベロス。このうち機械の断りは多分ロボット山を示していて、記憶する木は神話の森かしら。あとの2つ、煮え、忠誠のケルベロスは何のことを言っているのかわからないわ。なるほどな。ん？各地点のでかい魔物を倒して順番に言葉を埋めていけばいいわけだ。手当たり次第に殺していくと。魔王の元に行くためだ。それに相手は魔物、構わないだろう。けど危ないわ。さらわれたヨナの方が危険だ。でもヨナちゃんは生きてる。絶対に生きてる。そう、これもう5年経ってんだよね。とりあえずロボット山と神話の森に行ってみます。わかった、気をつけてね。でもさ、今の五角形のあれとかさ、カイネさんとエミール君のことなんだけど、あれもなんかですよね。どこ情報なんそれ。本当は町の人も感謝しているの。ただ態度や主張をすぐに変えられる人は少ないわ。少し時間をちょうだい。私も努力してみるから。はい。ポポルさんな、なんかね、必要な情報も瞬時にポンと出してくるんだよね。あの感じがめちゃくちゃ怪しい。でですね、こっから2択か。神話の森、もしくはロボット山。
ロボット山かな。あの兄弟どうなったか気になるね。いるのかな。ポポルさんがロボット山に鍵がありそうだと言ってたな。あの兄弟に聞けば何か情報を得られるかもしれぬな。今もいればの話なんだけど。でですね、ロボット山こっちなんだけど、あ、いけるんだ。よしよし。ここだいぶ久しいな。あ、5年ぶりにいたわ、イノシシ。ほら、イシシ君。マジか。5年ぶりの再会だわ、ほら。あ、ごめん、魔物いたわ。殺してやる。落ち着け。あ、これ変え、待って、硬い、これ倒せる敵も倒せぬぞ。強い、これ。イノシシ、共闘してくんね。そんな悠長なことを言ってた。高いねば。ヨナを助けることなんかできない。こいつらこれ強いわ。魔法の、だってこの、弾が効かないもん、もう。これ、なんか自分のレベルの低いせいなのか。いや、でもそんなことないと思うんだけどね。今、カイネいるっていうか。あ、いるわ。敵のダメージ、あれはそんなでもないんだよね。となると何、共闘前提の強さってこと。これだってこの6匹これ異様に強くない。これ多分ノーマルでも注意硬いんじゃないかな、こいつらは。怖い怖い怖い。敵ね、そう、日光で焼かれてるとはいえ。で、次の経験値。1万か。あ、これダウンじゃないんだ。多分ボス倒して1回レベルアップしたのかな、じゃあ。強い。おし、これダウン。じゃない、じゃないんだ。マジか。となったらですね、このパンチか。ハードパンチ。これ貯めて、ぶん殴ろう。ちょっと待ってね。MP、しっかり回復して。これも、大ダウンじゃねえな。はい。よし。で、チュートリアル。鎧を着た敵。購入手。多分、なんだ、普通の敵より強いんですよとかって言われるじゃないの。で、後ろ。なんかさっき異様にこっちにダメージ取ったな。あれ、なんだろう。よし。となると何も、弾は捨てた方がいいか。撃ってもしゃあないし。あー、また湧いたな、後ろから。うーわ。ちょっと待ってね。チュートリアル。これ見とこうか。なんか、鍵があんのかな。鎧を着た敵。釣り情報ではなくて。あ、これだわ。鎧を着た敵。鎧を着た敵には魔法は効果的。魔法は鎧を剥がしやすく、鎧がなくなった敵には武器でダメージを与えやすくなります。となると、何の魔法がいいんだろう。魔法か。ちょっと待ってね。黒の手。手ではなくて、どっちかっていうと、槍とか、暴食合壁。処刑かな、じゃあ。いって、ちょっと待ってね。槍を貯めて、ちょっと一回撃ってみようね。いや、でも別に剥がれてないよな。特に剥がれてないっす、これ。敵強いから行きましょうね、さっさと。下行こう。あとね、そこになんかあるわ。鎧着た敵の処理方法か。これしっかり確立しないと。そう。このちっこいこいつなんですら、これバカ強いもんな。早く。
し。で、ここは行かなず薬草ね。これ集まってる。これ本当に嬉しいやつ。よしよし。さて、5年ぶりだわ、ロボット山。これどうなってんだろう。5年って結構だもんね。そっち、ないね。ここならいっぱい機械がありそうだね。これだけあっても、使える機械はほんの一部さ。見て見て、こっちはまるで新品だ。慌てるな、足元に気をつけて。大丈夫。まずい。え、あ、逃げろ。わ、ロボット山か。あの兄弟に話を聞いてみよう。何か知っておるかもしれぬしな。多分今のお兄ちゃん死んだのか。おそらく5年前。今これどうなってんの？これ弟か。やあ、いらっしゃい。小笑顔でしてるわ。弟の方か。久しぶりだな。兄さんは元気か。実は4年前に事故で。そうであったか。悪いことを聞いたな。あとね、金もね、あれだわ、腕がほら義手になってんの、左腕。いいんです。ちょっと聞きたいことがある。何ですか？この辺りで魔物の話を聞いたことはないか。しかも普通のやつじゃなく、巨大だったり強力な魔物なんだけど。そういうのが出たとは聞いていませんね。僕はロボットを倒すことだけが生きがいですから。ああ、復讐期になったんだ。いいね、闇落ちしてるわ。そうか、ならいい。それじゃあな。あ、ちょっと待ってください。なんだ？実は強力な武器を手に入れたんです。あなたなら扱えると思うんですけど。くれるんだ。で、両手剣撤回。多分これはベルセルクかな、ノーマージュ。しかし見たところ壊れておるようだが。ええ、刃の部分が随分傷んでいるので、そのままでは威力を発揮できないんです。直せるのか？はい、素材さえあれば。なら素材を取ってくるよ。よかった。捨ててしまうにはもったいなくて、必要な素材は形状記憶合金です。地下2階にいる大型の敵からしか取れないので気をつけてくださいね。あと、こちらが地下2階に行くためのパスコードです。エレベーターで使用してください。で、パスコードを入手。地下2階へのパスコード。わかった。今これできないかな。必要な素材は形状記憶合金です。地下2階にいる大型の。わかった。ところで、そう。本日はどんな用ですか？そう。ここね、強化だ。どうかな。月光と闇。これがですね、強化して128。いやー、これしょっぱいな。今だって300とかでしょ？使ってんの。なんだっけ？わびさび。これやりか。221から254。ただ、これも微妙なんだよね。双子の牙。これがですね、火力358。で、重量。軽いから普通になるんだ。これどうしようかな。どれに使うべきなのか。
できればそうだな。百獣の剣王か。重い。あ、そうそう。これ重いんですよ。前回入手したんだけど、重くてそんなに使えないんだ。で、これはすごく重い。鉄塊ね。あ、でも白の薬状あるな。300から540。錆びた塊と水晶。水晶持ってない。なんだこれ。540。となったらそうね。今、銀行3つ持ってる。まあ、これ作っちゃっても悪くはないか。358。これ強いね。これはどうしようかな。強化しとこうか。よしと。で、レベル2。で、こっからレベル3になると、すごい増えるね。595。で、さらに、重量アップか。止まった時計。あと、動かない腕時計。で、さらに銀行。これ5個ね。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと待ってな。ここで、エディットだ。で、武器。双子の牙。ここに、やっぱり、火力の、なんだっけ。そうそうそう。プラス 20% か。光の。これはマジで、でかいわ。で、それと、経験値アップ。これでいいかな。で、さらに、装備しとく。双子の牙。今ですね、これ300ね。で、こっち、358。これは強いだろう。ただ、リーチはちょっと、短くなるかな、もしかして。で、セーブができる。ここもしかして、ネズミいるのかな、相変わらず。で、薬草。あ、いるわ。5年前と変わらずにネズミいるわ。で、今回、2人ね。兄は死んでしまったか。まだ若かったであろうに。商売のため危険な場所にまで分け入ったようだ。こう、そう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 。ロボット、ですね、地下2階。ちょっと待ってな。ここから行ける？あ、行ければ地下2階。さあ、これは新マップ。ために自分の楽しみを後回しにして、兄はそれで幸せだったのか。弟が笑ってくれたり喜んでくれるだけで幸せなんだ。それが兄ちゃんってやつ。さあ、ここの敵、これめちゃくちゃ柔らかいぞ。いくら橋が怖いぐらいに柔らかい。なんだこいつら。これも相変わらずそんなに強くない。こいつらね。よし。で、パーツをもぎ取って、これ本当にお金になります。いいお金。壊れた？みたいな。ただ、いい素材ではないかな。多分。腕時計とかね、あれ欲しいな。誰が持ってんのかよくわかんない。割れたレンズ。あ、で、爆弾あったわ。これはつまり、使うんでしょうな。こうか。よしと。で、これ、こちつかな？あ、出た、トロッコだ。これあんのか。トロッコあんのか。トロッコは本当に緩いんだよね。ここに敵いるわ。ただ1匹プラスなんか奥から来たの。謎のスイッチ、これは新アイテム。あ、いいな、取っといてよかった。よし、そっちもいける。アイテムないね。ああ、これ結構いけるね。トロッコな。多分サスロ乗っちゃうと奥行っちゃうんだろうなと思う。なので、うーわ、なんか見たことない変なの来た。ちょっと待ってね。まず、イクラ橋をしっかり焼いて。これだ、モーター。よし。いいね。今の火力だったらば全然
いいわ、太刀打ちできる。で、これは個室か。よし、つまりここは素材部屋ね。瞬殺、やっぱこれぐらいの硬さがちょうどいいよ。なんだあの平原の鎧着てるやつらは。誰が支給してんだろう。魔王か。よし、でね、ここで何、爆弾、ここで爆弾どう使う、これ。え、何これ、爆弾使ってどうせというの。いや、使い道これないよね。壊せるところぱっと見ないよね。これなんだろう、どう使うんだ。こっちに戻って、あ、でもここも爆弾のか。とりあえず出てくるのかな。あとですね、もう一方向か、行ってないところ、確かあったよね。マップ的にこっちはトロッコか。これが、ちょい待ってな、これがトロッコかな、こっち。あ、ですね。あ、そう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 、こっち行ってないよね。で、これ壊れてるのか。あ、そう。じゃあ、そうね。今回トロッコ乗って、で、乗った先で終わりかな。これがね、そう、これなんだよな。緩いんだよな。早く行きたいんだけどね。溜めてるとこれはダメなんだ。遅いのか、多分。さっさと行けってことかな。まあ、でもちょっと限界力ね。さっそと行こうにも。よし、まずい、こっち。はいね、レベル20になった。やったー。こいつらこれ一気倒すとどこに稼げるんだろう。残りですね、約3万7000ね。3万7000。で、2匹倒してだいたい500ぐらいか。つまり1匹ブーストかけて250ぐらいか。エミールさん、ほら出番ですよ。エミール、ほらやっとくれ。よし、いや、これここノーダメージでこれ突破するの無理だろ、マジで。今回割といけてるけど。で、正面ね。ほら、この夫人はこれきついよ。まあ、知らないんだけどさ。よしよしよし。OK です。で、こっち来ました。で、これもう壊れてる。開きませんと。じゃあ、そうですね。すいません。今回は時間の切りがちょうどいいんで、一旦断りにして。で、次回ですね、このロボット山か、地下2階の先をさらに攻略していきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと、ツイッターのフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回にニアレプリカントでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。